あ、パケケンか。わらついてますよ、わら。わらついてますよ、師匠。いいよ、いくらにする？あ、人対人になると。いくらでやってんの、大体。3000万ぐらいでいこうか。あ、殴りの練習してます。3000万。どうやってやるんだ、あれは。いや、わかりました。へぇー。キングピー、頑張れ。スーさん、頑張れ。スライディングありね。スライディングありなんね。ちょ、強いんかい。強いんかい、普通に。強いんかい、おい。ちゃんと強いの。スーさん、スーさんが負けるなんて。気にしてるだけじゃない。いやいや、別にそんな尊敬してもらったら困るよ。ちょっと呼んだ出血。187番です。おいおい、お前かい。お前かい。スーさん、187番です、どうも。あ、マクドナルドさん、お疲れ様です。ナシマさん、ナシマさん、マジで、ナシマさんだったんですか。マジでこいつ腹立つ。お前かい。あれスタンするの。そうだ、マクドナルドさん、いい話ありますよ。あ、なんですか。ガチか。殴り合いのこのやり方を1億で教えてるんですよ。1億で教えてる。ちなみに買った人はバンさんとウエスカーさんとショウブさん買ってますよ。もし興味があったら言ってください、いつでも。わかりました、了解した。直接あなたに電話すればいいですか。はい、いつでも電話してください。声出るから、そろそろ出てくる。打つうちにはまあでも最低でもやっぱ真っ黒さんが僕に投げ入れ勝てないとちょっと出て。あ、なるほどなるほど。私いつもナイフ持ってるさ。ナイフはちょっと実は僕も常にナイフ持ってるんですよ。あなたもそうだったな。ナイフないと落ち着かなくて。私も落ち着かないな、これも。そうですよね、これないと落ち着かないんですよ。誰か刺す？わかんなぁ。誰か刺したい人います？今日寺行ってきます。そうだ、先にお金もらってきますわ。187。早いよ、要求のスピード。187？ はい。あー、どうもねー。うわ、腹立つ。どうもねーの、ねーの部分。どうもねー。あ、ねーの部分、腹立つ。ダメか、これ。ありがとう。うわ、腹立つ。音符。どこ行った、どこ行った。8045の服屋。あ、ちょっと見つけた目とか言ってくるわ。おー。おい、誰。あ、あ、あ、なんで。ちょっと待って、嘘でしょ。おかしい。なんで。さっきの人、出すの。なんで。ちょっと待って、おかしい。誰だ、誰だ、チン殺したのは。誰だ、俺のことをチン殺したの。出てこい。ナシマさん、はじめまして。はじめましてじゃない、知ってんだよ、お前。助けられて覚えてることもよ。ちょっとバカがよ。とぼけたふりしても無駄だぞ。あ、ちょっと電話かかってきちゃった。残念だ。電話出れるわけねえだろ。なんでナシマさんって言うんだろうね、はじめましての人にね。うーん、いや、なんだナシマさん、はじめましてってなんだ。どういうことだ。海が聞こえた。私はギャングを許さない。巡りゆく季節とともに、大きな力とともに、私は行きたい。弟が撃ちました。え、ちなみに私は止めました。前回は死んでたから救急隊助けてたでしょ。今回はね、生きたまま海に落とす予定帳をかけて。死ねないから今から10分から15分は少なくとも死ねない。餓死するまで海の上でゆら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 揺れて。ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、いや、ちょ、言うよ、いや、もし、今あったよ、言うよ。ダイダウンに刺してから、位置ずらします。多分、出るんじゃないですか、ずっと今。ダウンにダイもシュウも蝶もないでしょ、ライスじゃないんだから。何、勝手に行こう。何、ちょっとうるさいな、ちょっと喋ってんだ、こっち。いや、違う。でもギャングに喧嘩売るってこういうことだよ、タラちゃん。あ、ちょっ、いや、あ、この際です。うん。一度手を取り合いましょう。どういうこと。どうするの。あ、ちょ、わかりました。なんでも言うこと聞く。なんでも言うこと聞く。なんでもやる。裏切らない、絶対。なんでもする。今ね、犯罪したことある？ある。今花欲しい人いるか？まあ、もらえるなら欲しいね。そう、もらえるなら欲しい。じゃあ、花行こっか。花行っちゃうか。うん、お花を買いに行くということですか。うん、レギオン帰ろう、レギオン帰ろう。やります、やり、あ、もう、やります。やらないと、全部失うからね。あ、ちょうど僕も花が欲しかったところです。やりたい感じだ。花から行きます、花だけに。何を。もしもし、ありがとう。この後、送り返すね。あ、お願いします。で、まだ今日花取る予定ってあったりする？
この後一回リサイクルセンター行って、その後だったら大丈夫です。その時に一人、けじめ取らすために一回花連れてってほしい人がいるんだけどさあ、じゃあ今行きますよ。リサイクルセンター急ぎじゃないんで。あ、本当？今レギオンに来てもらえれば一緒に連れて行きます。いい、じゃあレギオン行くね。はい、お願いします。レギオン行ったらガイドさんいるって。本当にもしこの子に迷惑かけたら、どんな手を使ってでもお前のことを殺す、何度でも。僕にやり返す、復讐するならね、全部終わった後にしな。トラちゃん、そういう顔ね、覚えた。うん。だから姿変えても、形変えても、声変えても無駄だよ。なんで、どうして、なんで、もっとひどい目に遭うよ。うん。なんでそんなことに。トラちゃんの兄さん、全然そうだね。元気そうでよかった。元気そうでよかった。よし、じゃあちょっと謝った、兄さんに。この着信音やめろ、殺したくなる、やめてくれ。頼むから。それね、よう捕まってる状態で言えるね、それ。もしもし、もしもし、ちょっと後でお電話してもいいですか。ちゃんとごめんなさい。大丈夫です。ありがとうございます。はい、ごめんなさい。はたくさん10キロぐらい、いっぱい引きずられて、どうしよう。海が聞こえた。一旦さ、僕のランプをさ、一旦僕のをさ、鬼の子に渡すからさ、それをこいつに詰めさせて終わったら2個まとめて送れる？何その腹の中に詰め込むみたいな表現。先生。ああ。お忙しいです。すいません、ちょっと今けじめつけさせた後、すぐ連絡します。了解了解。押し合いから、強いけど、角度が悪いですよ。よーし、角度だ。じゃあね、モズに乗馬得意な人っています？あ、乗馬？乗馬。私乗馬できますよ。リアルジョッキーをちょっとやりたいなと思って。やりたいと思います。馬持ってるんです？いや、僕は持ってないんですけど。私持ってますよ。ウェスカーさんもすごい乗り気で。おー、まあ、そう、いいですね。乗馬できる人を何人か集めて、まあ、競馬、ナシマ記念とかあってもね、面白いのかなと思いつつ。楽しそう。最高。レースの会場ってあそこあるよね、確か。よっしゃ。今のところちょっとオッズの調整をどうするかってなんですけど、いろんな方が参加できる形で、なおかつそのレース自体には賞金を出してという形で。ハングレ時代の時ってもう本当に多分ギャングの人、うん、まあ正直言うと舐めてたんで、うん、ただ生きてるだけだろうと思ってたんですよね、うん、正直言うと。まあまあまあ。バンさんは自分のことは気にかけてないとは言ってましたけど、うん、かなり気にかけてくれてまして、なんかいろいろ使ってくれたりとか、うんうん、まあ、それこそのね、那島さんにはいろいろ教えていただいてたんで、こう舐めてるとかはなかったんですけど、やっぱりそのギャングっていうもんに対して、まあ舐めてたというか軽く考えたんでしょ。そうですね、もうその通りだと思います。でもやっぱりギャングの人たちにこう、まあ、ちゃんと触れてって言ったら変ですけど、まあ体験してみて、経験してみてってことでね、やっぱりそれじゃダメだなって今思ってるんですけど、まあなかなかすぐこう切り替えれない自分もいて、なかなか悔しい思いをしてるんですけど、まあでも僕が最後にできるアドバイスは、お前よく考えて、はい、よく学習するタイミングだと思うよ今は。まあ今何言ってもこうちょっと信用がない部分があるんで、まあそれはそう、失った信用は取り戻すためにはそれ以上に頑張るしかない。そうですね。まあ分かんなかったら聞けばいいよ、自分は恥ずかしいけどこう思うんですって。はい、でも正直ギャングとしての生き様がまだ定まってなくてって、頼るのも一つの手だと思うよ。そうですね、うん、それはなんだろう、弱さを認めれるっていう強さではあると思うから、まあそれで人がね、はい、どう感じるかはその人によるけど、本当にカッコつけるタイミングじゃない、なんか泥水すすってでも学習してよく考えて行動して、だんだんその気持ちを形成する段階だと思うから、バンさんはそれ以上に考えてくれた上でお前と話してるから。そうですね、うん、そんな軽い言葉だったら、ね、そのたくさん考えてるバンさんからしたらもう簡単に見透かされちゃうから、はい、これで無理ならもう無理だってなるまでしっかり考えた上で行動した方がいいよ。ありがとうございます。前の前には何言ってもマジで無駄だなって正直思ってたけど、まあ今の前にはトリプルトゥループからのツッタトリプルアス、今の前にはまあ何か言えば伝わるものは少しありそうとなって感じた。白井さんいる？いるよ。今何してるの？ Your bets, please. 今 PY でメカニックやってた。どうした？誰のメカニックやってんの？うん、どうしたの？え、コミネさんに出張で頼まれて、うん、で、まあレギオンで今帰ろうかなってしてた。
カジノにたくさんかけてくれるんだよね。そうだ、カジノにたくさんお金をかけてくれるって言ったんだよね。いやいやいや、たくさんってわかるよね、ギャングにおけるたくさんって。今度行くからねって言っただけだよ。今度たくさんかけるって言ったんだよね。今度たくさんねえ言ったんだよね。うわいる、怖い。言ったよね。行こうか。今いくら持ってるの、手元。3000万。いくら使うの、たくさんって。うちらギャングにおけるたくさんって何億。じゃあ分かった、白井さん、うん、5000万1億バトルする。5000万1億バトル、今から順番にこれで一発ずつ殴ります。俺持ってないけど、あ、あのカスカス、白井さんが僕を倒せたら5000万、うん、僕が白井さんを倒したら1億。全然こっちに利がない。いや、それはでも白井さんがねたくさん遊ぶって言ったところから。分かった、よし、先行。ここどっちがいい？ PY の人たちもカジノに呼ぶよ。ああ、さらに売り上げに貢献するために。分かった、これはどっちにしてもだね。どっちにしても OK。 ありがとう、ありがとう。高校でじゃあいきます、先行。よっしゃ、来い。おーい、やあ、やったー。くっそー、5000万かー。人生の岐路に立たされた時だけちょっと運がいいよ。まあでも、トマさんかしたら5000万でも喜びしてくれると思うから。何をすればいいんだ。なるほど、コールってのを押したら参加できやすね。ああ、そう、どうしたらいいのだ。何も分かんない。なるほどなのだ。ディーラーを脅すのだ。後ろの黄色いやつは誰なのだ。分かんないな。黄色いやつはもうルールを覚えるのを拒否して踊っているのだ。サブロ諦めるな。じゃあ負けたら全額失うのだ。覚悟はあるか。 なんでホパハムだろう、いっぱいいるのだ。ズンダモンなのだ。ズンダモンなのだ。ズンダモンってなんだ。ズンダモンじゃないのか。ズンダモンじゃないのか。ズンダモンじゃないのか。よろしくなのだ。ズンダモン。よろしくなのだ。早くするのだ。こんなのだ。反響してるのだ。おばさんの勝ち。負けたんだ。あれ？負けたのだ。なんでだよ。でもこれ、多分数日後ルール変えるのだ。あの、トーナメントに変える予定なのだ。おー、ああ、なるほど。今後慣れないのだ。多分近いうちなのだ。近いうち。今調整中なのだ。トヨちゃんはちなみにジャック・ザ・リッパー来てくれるのと来ないのどっちが嬉しい？うん、来てくれるの。ファンだな。やはり。嘘だろ。やはりファン。いやもうね、やっぱ被害者が出るよ。サブローは被害でないよ。え？自分が助かったらいいのか？とんでもない嗅覚でいるな。いい。ああ、いいな。すっきりしてるな、なんか。サブローいいでしょ。セブン。はあ死んだのだ。うわぁスタンドですよ。ザマー。ナイスー。うわぁ、やめ、な。ザマー見るのだ。やばい。ザマー全然見えないのだ。白井さん、吉野宣言。またさん、カジノなくなっちゃったら僕無職になっちゃいます。あ、そうだよ、お金。またさん養うから、そしたら個人的に養います。うわぁ、オッケー。カジノ大勝ちでもされたんかな。一回勝っといた方が次かけてくれるから。勝ってんね、分かってんね。え、先生さ、ぬいぐるみくれるって言ったんだけどさ、くれるのかな。おい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 、もちおい、まんじゅう、もち死ねっていう。おい死ね。どうしよう、言ったら。おいもち、おいまんじゅう、おい死ね。あ、どうだったカジノ。あ、勝ちました。お、いくら買ったの。500万。時間が時間だったんで。え？ 500 万チップだよね。500万チップだよね、さすがに。え？ 50 万チップ？いやいやいや、500万チップです。あ、いや、ほんと？さすがに。ほんとだよね。はい。あ、びっくりした。さすがに。びっくりした。5000万買ったってことだよね。そうですよ。でもやっぱね。え、嘘ついたら友達辞めるからね。え、50万チップです。50万チップです。ねえ、はい。いや、まあいいけどさ。だって。いや、まあ、勝ちは勝ちって言うならいいよ、それで。情けないよ、ちょっと。
金銭感覚まで白市民になっちゃった。待って、俺だって勝ったよ。違う違う、勝ったか負けたの話してるんじゃないよ。500万しか勝ってないのをさ、すごいドヤ顔して勝ったって言ってるの恥ずかしいよって話を。やめてよ、別に。やめてよ、勝ったか負けたかじゃないよこれ。 いいだろ、何を勝ちにしようが。ニヤニヤはしてた。せーの。あ、ちょっと早いか。お花がいっぱいになるの。ほんま？まあ、これは要は1個取れたら1個湧くんだけど、5人とか一気に取れたら1個に5個取ったことによって5個湧くの。え、やば。そう。いくよ。なるほど。せーの。いった。これ作業好きなの？あ、好きですね。この間もリサイクルセンター6時から1時過ぎまでずっといました、ね。怖いよ。怖くないと思う。今もすぎるだろ。今日だろ、こんなの。やった、あ、1回目終わった？え？じゃあ次2回目だね。他のギャングの？え？ギャングは？いや、まあ何言ってるっていうか、けじめだからね。名を名乗れ！ナシマだよ、ナシマかな。気づけよ、そこは。パラちゃん、けじめってこういうことなんだよ、ギャングに。3回で終わりにしようって話になったよ。ああ、いいね、シーだね。男ファンキーやると言ったら、最後までやり遂げるであります。うん、偉いね。待って、ファンキーって何？え？どういうこと？男ファンキーってなんだ？どういう意味だ？ちょっと何それ。一応今、君が言った名前で発言だよ。え？聞き間違いか。あれ？男ファンキーやると言ったらやりますって聞こえたけど、違うか、気のせいか。ごめんごめんごめん。ちょっすいません。これ今持ってないとさ、やっぱ大変じゃん。はい。だと思うから1台送ってあげるよ、僕の所有の。本当にで、ガレージにランプカスタムってあるから頑張ってね。本当にありがとうございます、ね、あります。え、よし。あいつ車乗って逃げたかも。あ、いなくなった。さっきのあの集めた車、あれ逃げたかも。ギャングいる？タラちゃんがね、花の車持って逃げた。白井さんのランプやね、ちなみに。一応所有権はこっちが持ってるから、今からガレージ行って無理やり引き戻そうとしてみてる。生まれたところまで記憶戻そう。うん、てかもうひたすらでいいよ。あの、一生詰め謎はしたから、毎日監禁して。あ、ごめんなさい。花詰めて。悪くないよ。僕も近くいたわけだし。もしもし。もしもし。どうしたの？あのさ、今カジノにいるんだけどさ。うんうん。なんかあの500万分ぐらい、うん、あのチップをあの得得しようと思って。獲得ね。獲得。うん。で、うん、なんか多分重量オーバーかなんかで500万は消えて。チップは手に入ったんだけど、チップなぜか1万しか入ってなくて、これってどうなる？でもね、チップに重量はなくて。あれマジで？で、パンパンとかじゃない？あー、いや、あのとかでもない。でもない。あの、一応少しは余裕あったし。単純な歪みかもね。マジ？それさ、ログ、あの、何言ってるかわかんないと思うけど、ログだけ送っといてもらっていい？で、よかった。一旦僕からこの市長とは別のカジノ担当市長補佐に連絡を入れるときから早めに対応してもらえるように、ちょっとそっちでお願いします。よしよし、気にしないでいいからね。 ID 何番？13番です。ほい、これが、教えてくれた分と2回分かな。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうね。もしもし、もしもし。おい、てめえ死にてんのか、ボケ。ちょっと待ってくれ、タラちゃんであります。納品場所教えてもらってなかったって思って、とりあえずレギオンに行こうと思ったら、納品場所ってってめえの車じゃねえだろ。確かに。ちょっと今車が崖に。今どこいんだよ。今は1089から道なりに。1089から道なりに右に行ったアラモシーという文字わかんないらしいが地図上に
アラモシーって文字の崖下？文字の左上に位置してます。アラモシーって文字の左上だから。鬼の子、鬼の子さ、優秀だね。優秀でした。優秀だね。びっくりしちゃった今。優秀だったかな。もしもっと黒に落ちる気になったらときはさ、どういうあれとかないけど一旦話聞かせてよ。え、なんかやりましたっけ今。ピン刺したっしょ。ピン刺しました。いやそうワンチャンピン刺してくれないかなと思ってわざと番号聞こえるように言ったんだけど。あ持っていきます。はい。なんかね、とりあえず本人の言い分聞くわ。え、何で持ってったの無言で。あとはもう納品しろということなのかなと思い、そういえば納品先を聞いてなかったなと思ったので、とりあえずレギオンに向かおうと思ったところでありました。じゃあさ、ちょっと自分で回収するのは自分で面倒見てやってくれたりする。あいつランプを貸してあげるなり、うん、僕の分の花は回収し終わってるからさ。ああいいよやっとくね。あとはね、ねねがめっちゃ優秀やった。なんか頭いいねあの子。いい子だよね。うん。だいぶ評価高い。今は。え、推薦したいんだよな。一旦本人のあれとかこんなのないからだけど。まあでも初めてだったならしょうがない。結構オフロード滑るからね。ああなるほど。うん、まあというかまあ私の勘違いで勝手に車を発進させてしまった。あでもね俺もよくほうれん草ミスるから。まあ大丈夫で。次から。本当にありがとうございます。俺もよくやるから。重みがあるな。うまい。一旦どっかのギャング入るとかなる前に一旦考えてる段階で声かけて。了解です。本当に悪いことわかんないです何も。まあなんかわかんなくても興味があるかどうかっていうところから、もしそういうの興味あってちょっと知ってみたいなって思う機会があったりだとか。そういう時が来たな、じゃあ連絡します。うん。面倒見るよ。その儲けたお金をエドに使うとね多分。いやでも少ないですよ、200万しか今日貢いでない。あらなんだよ今日は200万だけなの。いやもう友達に戻ってから貢いでないんですよ。最初しんどかったですけど、うん、もう時間が経ったらなんか自然ともう友達ちゃんと恋してんじゃん。いやちゃんいやもうちゃんと恋してますよ。なんだそれいいね。いやでもちょっと今バンさんしてて、バンさんしてて押してるんですよ。押しなんです。押し。あ今バンさんではないですけど。あまたちょっと違うんだ。んエドはスキピだったの。スキピでしたね。あじゃあまたちょっと違う。今バンさんが押しピなんだ。今押しピです。あじゃあバンさんに貢ぐって感じの今は。そうなんですよ。バンさんに何貢ぐの。もう欲しい素材全部あげちゃう。え今あげてるんだ。えでもバンさんは知ってるよ。僕が花お願いしたりとかするようになったの。そうなんだ。いやちゃんとそれは売ってます。うん、うん、そうそうそう仲いいんだよ。そうだ、なんか仲いいっていうか、ね、そうなんだよね。結構関係で言うと密接ではあるんだよね。あーなるほど。僕飼い犬にしようとしてるからさ鬼の子のことを、はいはい、でこの人どんな人なんですかってその身辺調子さんも含めて聞いたんだよ。関わり深そうだったから。よかった、聞いたのがバンさんで。あ、そうそうそう。聞く人によったら、ただのヤバいやつ。誰に聞いたらヤバかった？あ、だいたいマクドナルドさん、エドピボイラスさん、今商工会の人とか。今名前挙げてた全員仲いいで。そうだね。あとですね、全員多分ヤバいやつって言いますね。何したの？いや、何もしてん。ちょっと聞かせてよ。なんかある、だってさ、心当たりがあるんでしょ。ホストにハマった時に、うん、まあちょっとそのネネが本気になっちゃって、うんうんうん、その他のお客さんとかいるじゃないですか女の子の。はいはいはい。ホストだもんね。それがちょっとそうやきもち焼いちゃってなんか沈めようかなみたいな女を。どっちが誰を？ネネがその女のお客さんをなんか沈めようかなみたいな言ったり。いいじゃん。その江戸っ子の家を何でも屋に依頼して特定したりとか。おーいいじゃんいいじゃん。そういうのでちょっといろいろあってそこにマクドナルドさんが入ってきてって感じ。まあ、マクドナルドさんが入ってきてややこしくならないこともないから、うん、そのぐらいですよやったことと言えば。まあでも普通に頭おかしいと思うけど僕そういうのあんま気にしないから大丈夫だよ。でも江戸っ子にしか迷惑かけて
あ、いやいや、全然いっぱいかけてると思うけど、もっと。うわー、いっぱい。うん。でもあんま気にしないわ、そういうの。あ、よかったです。うん。今後も気にしないでいただけると。もう僕は、使えるかどうかでしか見てないから。あと、あれな、その、マクドナルドさんに、うん。異常をかけて、うんうんうん。が沈めようとしたりとか、山本さんぼこしたこととかでなんか余計やばいやつみたいになっちゃって、まあまあまあなるんでしょうね。中国共産というか、そうです。でも沈められてないんだね。大丈夫、片付いたよ。そうなの、なぜか許されてきてるんですよ。そうってことは大丈夫だよ。まだ大丈夫。大丈夫。うん、大丈夫。やばいことをしたかじゃなくてどう収まったかの方が僕的には。あ、もう。やばいことしても捕まってないのが鬼のねねなんで、なんか急に消息を絶って打っても大丈夫だったし、飛んだと思ったら、はい、ズズ打った時も大丈夫だったし、まあ、はい、おやすみ。あ、いや、なんかびっくりしたな、今日。まあ、これからも頼むよ。なんか困ったこととかあったら協力するし、言ってくれたら、あ、ありがとうございます。さらってほしいとか、埋めるの手伝ってほしいとか。さらうの得意なんで、その辺は大丈夫かもしれないです。あったら言って。あ、じゃなかったら言います。うん。すごいね。僕がむしろ、じゃあさらってほしい人とか殺してほしい人いたらお願いするわ。あ、全然、自分大丈夫です。いや、素晴らしいね。効率中だからマジでいいわ。そういうの。マジ大事。そうだよな。うん。めちゃくちゃ気に入ったわ。もう何だら言ってなんでも。ねえねえ、この町に来てこんな褒められたこと。いや、なんか馬が、はい、馬が合う。いや、いいね。ほんでんの？いや、どうしようかな。なんかあります？あれば全然行きます。なんか洞窟、洞窟みたいなこと行ったことある？ナイスナイスナイス。お化けが出る洞窟みたいな。怖い怖い怖い。みんなシャウトにしてよ、シャウトに。行ったことある？ザウルス明るいわ。ザウルスあいつ明るい。みんな名前消さねえ、名前。幽霊出ないから出すしかないな。ってことか。どう？素敵です。輝いてます。バカ雰囲気出る。超うっやばい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 。おい待て、どうするんだこれ。何？何か来ちゃダメだ。なんでなんで、やばい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 、なんでなんでなんで、何が、何が、バカ王だ、バカ王だ、一体何だ。おい、見よ、殺される、殺される、やばい。俺を選んでた今、絶対俺を選んでた今。逃げろー。やばいこれ。やばいやばいやばい。やばい死にたくない。逃げながら言うな。やばい殺される。どっちに逃げる。ああ。ああ、鬼来た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 。やばい。やばい。ああ、鬼来た。ダメだダメだダメだ。いやいや。逃げろ。逃げろ。誰かな、誰かな、おいお前、おいお前、あいつ俺とチンピラならいいって殺してきたぞ。他のやつは気ぃ使ってくれてねえ。戻れ戻れ、やばい、来てる来てる。あー、お前やろ、どっちだ、どっちだ、どっちだ。あー、逃げろ逃げろ逃げろ、キバイ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 、見てー。外に戻るんだ、ナシマさんに報告しないと危ない。待て、どこ、やばい、来てる、逃げて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 、やばい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 、急いで急いで、バックだ、バック急いで急いで、お前クソバックくれ、ブレーキの部分だ。あった、やばいやばい、倒せ倒せ倒せ、運転したい、運転したい、オッケー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 、あ、ギブキーするか。じゃあ倒せって何、白井さん、なんだ、とりあえず一番近い駐車場です、これ。間に合う、これ行ける、行けるね、まっすぐ行ったらね、デリオまで行ける、これ行ける行ける、ニトロでぶっ飛ばそう。うわぁ、うわぁ、ナイス、うまいわ、うまいうまいうまい、スーパーのって、ニトロさ、一人ネケーネケがいない、ネケどっか行った、逃げれます、やばいやばいやばい、やばい、急げ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 、やばーやばー、あとブースト、何か一人